はいよろしくお願いいたします今の司会の方からもお話ございましたが本日ですね奈良コープさんと買いの支援事業に関する協定を締結させていただくこととなりましたあの奈良市内でも高齢化が着々と進んでおり特にお一人暮らしの高齢者の方も増えているという状況がございますそれに伴いまして運転免許証を返上される方 またた日常の買いい回りにご苦労さされている方もたくさんおられるといいう状況でございます奈良コープさんにおかれましてはこれまでも移動販売等の取り組みを独自にされてきたところでございますが先日もセブンイレブン・ジャパンさんとも提供させていただきましたように行政と今回のような協定を結ばせていただくことによりましてしっかりと日常の買い回りを支えていくプラットフォームを作っていきたいとその思いで今回ご協力を賜ることと。 となりました現在、市内で10カ所すでにナロコープさんのあったか便という、まあ、移動販売の車を 運行をしていただいておりますけれどもまあ奈良コープさんの場合はあの法律の定めがございまして基本的には組合員の方を対象としたサービスをされるということが基本となっておりますこれを一般の皆さんにも敷揮を下げていただくと間口を広げていただくということが今回の協定の一つのメリットとなっております まあの組合の方もそうでない方も困っておられる方はしっかり支えていこうということで非常に公益性の高い取り組みとして今回協力をいただいたということでございます奈良市といたしましてもまだまだあの十分ではないと思っておりますがこれからさらに高齢化が進展をしていく中で地域の中で最後まで 安心して暮らしていただくためには日常生活をいかに支援をしていくかということが重要だと思っております。特にあの従来はあの福祉と言いますとあの福祉のセクションもしくは福祉の政策に閉じ込めたような形で対応しておりましたが、これからは生活を丸ごと支援をしていくという視点が必要だと思っております。今回も産業政策課の業務という部分もありますが。 福祉と産業と、両方が連携をしてです、ね、地域の皆さんの支えになればというふうに思っております。あのまあ、今回の協定をきっかけといたしまして、地域の民間の事業者の皆様方と、より強固な支援の輪を広げていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします奈良港区の理事長、中野と申ししますよろしくお願いいたします。 平素は奈良国ッの事業や活動へのご理解ご協力をいただいておりますことこの場をお借りしてお礼申し上げますありがとうございます奈良市様とは1997年2月に自然災害等の物資協定また2016年7月に奈良市安心安全奈良見守りネットワーク事業の協定を締結させていただいております今回のこの協定では今あの 中川市長様からもご紹介あったとおりなんですけれども高齢社会における喫緊の課題となっております日々のお買い物に困られている方々へのサポートがこの協定で進められていくことになります先の見守りネットワーク事業協定に続いて地域の様々な主体が連携して進める地域福祉地域包括ケア社会の構築のための歩みとして奈良コープも 協力させていただくことになると思いますよろしくお願いします奈良コープの移動店舗はコープあったか便移動店舗という名前です商品を積載している部分の横扉、後ろ扉には奈良コープのキャラクター、奈良っぴや食べ物などの可愛い,いイラストまた、あったか便の文字を囲んだハートマークが描かれたデザインとなっています 移動店舗あったか便は組合員のお買い物支援として2014年3月から運行を開始しております。現在は5台の移動店舗あったか便が各地に運行しています。16市町村、200か所を超える停留所、延べ200か所を超える停留所にも立ち寄らせていただいております。近くにお買い物ができるお店がなくなってしまった。 お店まで出かける交通の便がままならない方々などによくお使いいただいておりますけれどもコロナ禍においては出歩きたくないまたお家の近所で買い物ができるのが嬉しいとより多くの組合員からまた地域の方々にご利用をいただいております奈良市内につきましては富尾団地、三松川岡、青山、高畑、 また、奈良コープの関与法人であります。社会福祉法人共同福祉会の福祉事業所などにも運行しております。協定内容には、移動販売を通した地域の集いの場の形成を図るともあります。奈良コープからの移動店舗、あったか便の地域への運行がお買い物支援だけでなく、健康な食生活へのサポート。また、移動店舗の停留所に立ち寄られる皆さん方のつながりづくり。 助け合いのの関係づくりの場としても役あったか瓶のご利用の状況を伺いに停留所に参りますと限られたスペースとはいえ日常の食卓に必要な商品は結構揃っていますので籠いっぱいにお買い物をいただく方からちょっと足らずのものおやつや飲み物総菜夏でしたらアイスを買いに来られる子どもさんなどもいらっしゃいます。そのようにに思思い思いに ご利用いただいている様子を知ることができるので、また奈良市の方々にもあの、ぜひ様子を見に来ていただければなと思います。今はコロナ禍なので、買い物ついでにご近所同士の方々が集うというのは、なかなか難しい面もありますけれども、顔を合わせ合う時間があるということが、つながりの場、助け合いの場として、地域の方々に役立てられている様子も見受けられます。 本協定の締結に伴い現在あったか便を運航している地域については奈良市様の広報により移動店舗の立ち寄り場所また時間を広く知っていただくことにつながり周辺の方々のお買い物によりよく役立てていただけることでしょう今後のネットワークでの協議ではお買い物に困っていらっしゃる地域の情報を教えていただきながら 住民の皆様の声をお聞きし、新たな地域への運行についての検討を進めていければと考えております。また、停留所を新たに設置していく場合には、地域の住民の方々と話し合って、停留する場所が安心して立ち寄っていただける場所であるかどうかの確認をしながら、丁寧に進めてまいりますので、周辺の方々とのお話し合いの場のつなぎもお願いできればなということを願います。奈良市様にお ご助力いただきながら本協定のところが役割意義が果たせていけることを願っております奈良公務も奈良市民の皆様にとってより良く役立っていけますように努めてまいります今日はよろしくお願いします よろししくお願いいたします2年に1度行っております入江大吉記念写真賞でございますが本年、ですね第4回目の開催をさせていただきましたところ本日お越しをいただいております岩波由紀さんが受賞されたということでご本人にもお越しをいただきまたあの入江大吉記念写真美術館の堂々館長にもお越しをいただきまして発表させていただきたいと思います。まあ、の今回はですねあの 過去最多の応募ということでこの賞自体は今回103作品。 えま応募があったということでえございます。あの前回よりも8作品増えているということであります。あの細かくはですねあのまあプロの方を想定をしたイギリス大地記念写真賞のコンテストとそれから一般の方が参加されるフォトコンテスト両方ありますが今日はもうフォトコンテストの方はちょっとあの活用させていただきましてイギリス大地記念写真賞の方を中心にえお話をさせていただければというふうに思っております。えー、それではですねあの土管長の方から今回の応募 作品の状況であったり、えー、まあ選定理由等々ですね、あの少し概要をご説明いただければと思います、よろしくお願いいたしますこういうコロナ禍で、えー、当館も4月、5月、6月と3か月休館をしておりました、で、応募の最終締め切りが7月31日ですので、えー どれだだけの応募があるだろうか果たしてこのコロナ禍でこういう企画のものをやっていいのかどうかということをだいぶ春重はしましたが結果としてけうでした、えー、なんて言いますかね、えー、浅田雅史さんが審査員に今年入っていただいたこともあって、えー、ご家族の写真とかですねそれから 自分の生活している日常空間をコツコツと何年間か散歩道を散歩するような形で撮ってられるような写真とかですねいろんな幅広い写真が応募されてきましたその中でやはり3点ぐらいすごくうんもう魅力的なこれも3冊とも本にしたいなと思うようなものがありましたけれどもお最終的に 全員審査員の一致を見まして、えー、岩波さんの「紬ね」というタイトルの福島から岩手までのですねいろんな町々の震災後の祭りを中心に取材をした作品群。これが なんて言いますか、ものすごく距離感、使徒との距離感もひっくるめて、背景の風景、これが復興していく海辺に非常に巨大に立つ、えー、堤防とかですね、その堤防の上に上ると、すーっと海が見える、そこに船があ大量機を、この写真になりますが、あ大量機を輝げた船。 これは祭りの一つの序章の写真でもあるんですが、約東北地方の,の被災地の30箇所ぐらいを3年ぐらいかけて巡った写真群で、これはもう、あのいわゆる震災をテーマにするっていうよりも、むしろ芸能もひっくるめて文化ですね、日本が持ってるその文化を残す。 そういう,う力を持った写真群になってます。非常に魅力的ですので、これはもうぜひ海外でも。見せたいと思っております。えー、第二回の。ええー。真鍋直さんの写真は昨年。ああ、第三回ですね。第第三回の。 波をつづるというナブ、ま、さんの写真集はパリほどにも持って行って非常に好評を得ましたできればこの作品も来年持っていきたいと思いますけれどもこういう時期ですのでどうなるか不明ですが非常にあの販路海外まで広げるような形で注目されている写真賞に成長してきているい というふうに思っております。はい、ありがとうございます。あのそうしましたらあの今回、えー、わざわざの、えー、方から、えー、お越しいただきました今回受賞者の岩波さんの方からあこれまでのちょっと冒険歴なりあの取り組まれている上での今の、はい、思いなどもお話しいただければと思います。はい、はい、えっとこんにちはえっと、えっと、岩波と申しますえっとこの度ですねこの入江大吉記念写真賞あのいただくことができまして。 大変光栄で嬉しく思っておりますあの私は今そのご紹介いただきましたようにあの東北地方今福島県に住んでおりますであの10年前ですね9年前、えー、東日本大震災が起きてからあの向こうの東北の、えー、取材をほとんどそちらであの取材とか撮影をさせていただいてますで今回もあの 応募させていただいたのもあの東北がテーマになっているんですがそのこの入江大吉記念写真賞の,あの募集要項の方に、えー、歴史、文化、地域性へのこだわりというものがありましてまさにあの私が応募しようとしていたものもその、えー、津波とかの被害を受けたです、ね、三陸、福島の歴史とか文化、地域性そのものに直結していると思いまして。 で応募させていたただきましたであのこれお話としてはその東北のお話ではあるんですけどもそのこの文化っていうものはあの、えー、人間が生きる上で別に必要不可欠なものではないと思うんですがそれでもその人間がこだわってあのやってるっていうのはその 多分その人間がなぜ生きているのかっていうその根本的なあの疑問にまでたどり着くようなあのテーマだと思っておりますでこの入江太吉さんもですねあの奈良の地で文化というものを非常に大切にして写真を撮ってきたと思うんですがあのその入江太吉さんの名前を関する賞をこのようにいただくことができまして本当に嬉しく思っております。 三点目でございます今回奈良市ではですね全国で初めて LINE アプリを使いまして国民健康保険の手続きをさせていただくこととなりました、まあ、あのコロナ禍におきまして、まあ、来庁される方々を減らしていこうとまた手続きを簡素化していこうということで、まあ、国においてもですねあの行政手続きの効率化ということに、まあ、今取り組みを進めておられます、まあ、特にですね国民健康保険につきましては加入また脱退等の手続きに来庁をいただくことが これまでをございましたが、なかなかあの手続きにもあの時間がかかるということで、待ち時間と含めますと市民の方々のおおお手間も大変多かったというふうに思っております。またあの市の対応する職員もですね、それ相応の体制が必要ということもございました。まあの現在コロナ禍ということでもございますので、まなるべく来庁される方のま機会を減らしていこうとまいうことをいろいろと考えている中におきまして、今回国民健康保険の加入申請、それから脱退の 申請それから限度額適用認証額認定証の交付申請この3つのですねあの作業について、えー、まあ、オンライン上でできるようになるということでございますで、今日はですねあの具体的に デモをですねあの用意をさせていただきました、あのこちらの画面の方をですね、あの見ていただくと、あの見ていただきながら、ちょっと解説をさせていただきたいと思います。それではちょっと作業をお願いできますか今回は、会社の社会保険を抜けられて、国民健康保険にご加入されるということで想定させていただいて、すでに録画させていただいたものを用いて、ご説明させていただきますよろししくお願いいたします。 えー、まずです、ね、奈良市の公式アカウントをご利用していただくんですけれども、えー、実際にトークの中に入っていただきますと、右上の方にトークで申請というボタンがすで、えー、に出来上がっております、こちらをタップしていただくことで、申請の手続きを開始していただきます。 実際に押していただきますと国民健康保険の手続きを選択していただく画面の方に移っていきますので今回ですとご加入の申請という場合ですのでごか加入の申請というところをタップしていただき確定と押していただきます続きまして運転免許証などの身分証の撮影を行っていただき実際に送っていただきます。 カメラを実際にその場で起動していただき、このように運転免許証をその場で撮影していただきますで次に右下の方にそのまま送信をできるボタンがございますのでその場でもう手続きの証明書が写せる形となっておりますその後、申請の方のお名前ですね、実際に今、入力していただいている方のお名前をその場で入力していただきます。 続きまして、住所の方なんですけれども、えー、実際にお住まいの郵便番号を、ハイフンを抜いた形で、えー、実際に入力の方をしていただきます、そうすると、えー、自動的に、えー、ならし、まあ、その他のご住所の方ですね、このように、自動的に入力されるようになっております、えー、これに続く住所の方がある場合は、実際にその場で入力をしていただき、ない方はなしというふうに入力していただければ、次にあの続きます。 またこちらから何かご質問等ですね確認のお電話させていただく場合ございますので、えー、つながるお電話番号を、えー、実際に入力をしていただきます、えー、続きまして、えー、今回ですね加入の申請ということになりますので、えー、会社さんなどからですね実際に社会保険抜けられたという証明書をいただかれますのでそちらを実際に、えー、運転免許証などと同じように実際にその場で、えー 何の,何の証明を送っていただくのかカメラを起動して証明書の全体が映るようにですねまた写真を撮っていただき先ほどと同じように送信をしていただきますで社会保険さんを抜けられた日証明書に記載がございますのでその場で確認していただきながら実際に会社の社会保険いつ抜けられたのか ご自身で確認していただきながら日にちを選択して入力をしていただきますその後今回国民健康保険にご加入されたい方のお名前とご生年月日とそちらを入力していただき複数名いらっしゃる場合は1人目のお名前ご生年月日このように入力していただいた後2人目3人目というふうに入力の方を続けていっていただきます もう特にあのいらっしゃらない場合は、はい、いいえというふうに、続きの方、えー、いらっしゃるかどうか、確認させていただくところがございますので、えー、いらっしゃらない場合は、いいえと押していただければ、このようにです、ね、申請は以上となりますというような、えー、申請完了のメッセージが送られてまいりますので、えー、こちら、確認されましたら、手続きが完了したという合図になります。 えー、こちらをご確認いただきますと、えー、後日こちらから発行物等をお送りご自宅の方にお送りさせていただきますのでそちらを待っていただければと思います、えー、こちらがですね加入の一例という形で、えー、ご用意させていただいているデモンストレーションになりますので、えー、ご説明は以上となります はい、えー、ということでございます。あのちなみにですね、あの年間でですね、えー、この国保の、えー、手続きの中で、今あの今回来年、えー、化をするものがですね、えー、加入手続きが9000件、それからあの脱退が7000件。 それから限度額の適用認定証の交付手続きが年間5500件ということで今回の3つの手続き全部合わせますと2万1500件年間で手続きをいたしております、まあ、このうちのですね今回2割を、まあ、オンライン化を図っていけたらなということで、まあ、4000数百件ですねなんとかこちらの方にシフトをしていきたいというふうに思っております。で当然あのアプリででやりますので24時間 ああのの無人で対応しますあのもちろん送られてきたデータをですね実際に開くのは国保年金課の職員しか見ることができませんので、まあ、情報セキュリティあもしっかり取っております、また個人、えー、情報のですね保護審議会にもあの答申を、あの諮問を今、させていただいているということでございます。まああののそういったことであの ま,あまずはまあ2割目標ということでございますけれども最終的にはですねやっぱりあの行かなくていい市役所まあ持ち運べる市役所ということをコンセプトに国保以外の業務に関してもですねあの随時の見直しを進めていきたいなというふうに考えております。 あのこれからですねあのこのコロナを1つの契機として社会全体がアップデートするようにということでいわゆるガブテックですねあのガバメントと、まあ、テクノロジー組み合わせたこのガブテックの分野これまでもいろいろと取り組んできておりますけれども今回さらにもう1つ新たなチャレンジをしていきたいというふうに思っております本件についいては以上でございます。